デビッド・アンドリュー・レオ・フィンチャーは、アメリカ合衆国の映画監督。コロラド州デンバー市出身。SFX アニメーター、ミュージックビデオの監督を経て1992年に映画監督としてデビュー。デビッド・フィンチャー、デイビッド・フィンチャー表記もある。1962年に、ライフ氏の記者であった父親の子供として生まれ、カリフォルニア州マリン郡で育つ。 左目の視力が弱く、夫愛でもあり、両目の色が異なっている。10代の時にオレゴン州に移り、現地の高校を卒業。18歳で8ト、mm、ルカメラを用いて映画制作を始める。1980年にイルムのアニメーターとして働き始め、1984年まで所属した。1986年、ビデオ制作会社。 プロパガンダフィルムズを設立。マドンナ、ジョージ・マイケル、エアロ・スミス、ローリング・ストーンズなどのミュージックビデオや数多くの CM を手掛けた。1992年、エイリアンスさんで映画監督デビュー。撮影中から様々なトラブルに見舞われ、完成した作品もスタジオ側に再編集されていることから本人は自作として認めていない。1995年、 セブンの成功により一躍注目されるようになる。ベンジャミン・バトン数奇な人生、ソーシャルネットワーク、マンク、マンクデイサンドアカデミー一貫特賞にノミネートされた。2020年、ネットフリックスと4年間にわたる独占契約を締結。完全主義者として知られており、一つのシーンの撮影のために俳優に100回以上のリテイクを出すことも珍しくない。セブン。 ファイトクラブ、ベンジャミン・バトン数奇な人生の3作品で、ブラッド・ピットを主演に起用した。ありがとうございます。